まずね、注意してこれは山札に入れないね、抜き取ります。あ、そうなんだ。説明書にも書いてあるつもりなんだけどね、結構分かりづらい。あ、分かりづらい。で、この人物のカード、これも抜き取ります。あ、抜き取るんだ。で、これはね、ちょっとこれエラッタなんですけど確かこれが一人ずつ選べるんだった。そう、キャラクターを選んでその能力を使えるようになるんで、うん、まあでもこれは特殊ルールだけどね。でまあ使った方が面白いかもしれないけど、うん、どうする？これ、俺は最初じゃんけんしてさ、まあ、これ上級者向けなんで、これでいいの？じゃあ俺これにしとこう。で、残った30枚は山札にして遊びますよ。おう、いいですか？はいはい。あ、で、目的を教えておくのゲームの目的はこの3種類の、おぉ、知識で、うん、3種類の宝玉、これね、これ集める、3色を集めるのが目的なんです。でもなんか逃げ切ったら勝利とか書いてあるとか。そうね、集めた上で勝利宣言っていうのができると。わ、で、逃げ切る、3ターン逃げ切るとか。だからね、これ虹色はどの色としても扱う恐れで、これがなくてもこれが、うん、使える。あと虹3枚でも揃ったことになる。そうそうそう、うん、ただしその呪いの宝玉っていうのがあって、これはね、ルール上捨てることができないカードなんだけど、うん、それを持ってると虹の効果が消えちゃうよと。そういう、まあ、これを持っててもこれが腐っちゃうと、うん、っていうカードです。あと、まあ偽物の宝玉もあります。で、それらをね、このアクションカードっていうのがびっくりマークの、これは一旦で何でも使えるんだけど、これを使って相手の手札から奪ったりとかして3色揃えるのを目指すと。あと特別ルールでね、宝玉を3つ捨てるとババ抜きができるっていう効果もあるんで、アクションカードの他に。おお、宝玉を3つ捨てると1枚ババ抜きの要領で奪うということができます。ちょっとババ抜きっぽいと感じは多少あるんですよ、はい、なるほど。じゃあ、まあルールを教えるために俺から先行で時計回りに行きます。いいよ。でこのゲーム結構3人ベストかもしれないね、うん、3人がベスト人数かもしれない、もしかしたら。最初の初期手札は4枚です。 1,2,3,4 枚でスタートします。どうしてみるか。あとね、特別ルールでね、この同じ色の宝玉を2枚捨てると、この手札に入らない特殊なエレメントっていうのを手に入れることができるんだ。でこれ持ってると、その宝玉を持ってる扱いになるという、まあ、ちょっと複雑だね、うん、まあ、そういう効果もあります。自分のターンドロー、まず自分のターンで1枚引きます、はい。で次はアクションフェーズって、このびっくりマークがついてるカードを、まあ好きなだけ使えるんですけど、これは使わないでエンドです。でエンドした時に3枚揃ってたら3枚を場に出して勝利宣言っていうことができます。はい、なるほど。最初ね、ピーピングドローを使うと、これこいつは強いからね、うん、どうしようかな、使おうかな。あ、使いたくねえな。使わない。ピーピングドロー持ってない。ピーピードローあるけど。あ、じゃあ使った方がいいの多分。そう、ピーピングドローで最初誰かの手札を見とくのが、誰かの手札を見れます。一旦に一度の。タクちゃん、タクちゃんの方がいい。まあこの姿勢はもう普通に見えてる。うん、タクちゃん。じゃあこれ見ていいよ。で内容を確認したら、はいはい、8枚引けるよと。なるほど。うん、はい。で、こいつの効果でピーピングドローを使ったら、2枚引いて1枚捨てる。そう、本当は1枚しか引けないんだけど、2枚引いて1枚捨てるって効果が常に使えるという、このこいつの効果。これ、ここに。あー、どうしよう。捨て札ここにする。さあ、1枚捨てます。いらないと思うカード、まあ、偽の宝玉とか使わないんで捨ててもいいし、うん、そうだ。ただ、呪いは捨てることはできないね。あ、OK で、揃ってる？揃ってない？揃ってない。じゃあエンドかな。じゃあ俺のターンドロー。そのアクションは何回でも使えるからね。そうそう、うん、そ
もう慣れないと結構ルールがね。じゃあスティール、誰に？タクちゃんだ。マジで、はい。やっ、おー、どう、いいのだった？わかりませんけど、はい。じゃあ、トールさんだ。そうでね、ちょっとそう表向きに出して3枚揃ってるの勝利宣言します。で、3枚揃ってたら勝利宣言して、でこのカードは他の人の番が終わるたんびに手札に戻ってきます。でそれが全部取ったら勝ちで、全て戻った時に揃ってるかどうかを確認して、あれ捨て色押し付けとかがあったら、 それ手札に戻ってたやつをする、そう、奪ったりできるから、奪ったりできるから、ここは今ね、チャンス、ここは奪いチャンスなんだけど、俺のターンドロー。ただ今これが場に出てるってことは手札にないから、ここで仕掛けてもあんまり意味がない、意味がない。だからタクちゃんのターンが終わってからだ、うん、じゃあ俺はドローして何もしないでエンドで、エンドしたら他の人の番が終わったら手札に、ドロー。さあ1枚今してます。ただ俺が奪うから大丈夫だよ。ええー。多分よし、スティール押し付けで、まず誰に？俺？うん、違う、まずね、あれ、まあ1枚取っては先でもいいよ。あ、1枚引けない、1枚引けない、あーそうか、スティール押し付けはいけない、ピーピングドローの時は、自分のドローの時に、あれ、自分の手札から、あれ、自分の手札から、あれ、俺に押し付けて、うん、で、チッシーが俺のカードを取るってこと、うん、これかな。じゃあそれを見せないで押し付けて、で1枚奪ってください。さあどうする？動画的にここに出してこう、こう出た、で取って、うん、はい、うわー、これ押し付けられます。これ、はい、エンドですか？いや、揃った、うん、じゃあ勝利宣言、うわー、で他の人の番が終わったんでこれが入ってますと、はいはい、やばいね。でドローからだ、自分の番が終わった時には取れないからね、これ気をつけて、なんかこれがまあターンマーカーみたいなね、3ターンの間1、2、3の時に揃ってれば勝ちなんで、じゃあピーピングドロー、タクちゃんの手札、俺を見る、うん、はい、でいいよ別に、俺も手札見たらさっき、はい、じゃあ1枚引ける、まあ1枚引けるのが強いんだけどね、結構、はい、どうぞエンド、じゃあ1枚他の人の番号を取って、で俺のターンドロー、なるほどね、オッケー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 、じゃあまずこいつの効果、本当は宝玉3枚捨てないとできないんだけど、こいつは2枚捨てるだけでスティールができます。これは盗賊の効果です。スティール、いいですか、ちょっとこう出して、こう動画的に、オッケー。本当はねババ抜きっぽくやった方がいいんだけど、しゃ取った。さあさらにちょっと動くかな、処理宣言ですか。でもそうか、これ揃ってたら怖いんだよな、揃ってたら怖いからスティール押し付けします。うわ、いやピーピングドローで見るかな、見ます見ます、うん、はい、いい、揃ってたら怖いから、じゃあ1枚引くね。でアクションカード何回も使えるから、じゃあスティール押し付けします。でこれ押し付けます。さあ引けるか、うん、ちょっとシャッフルしますね。あ、まあ、引いてたらやばいじゃん、うん、いやこれ引けなかったら引かないで、下手すら勝っちゃう、引かないで、はい、あで俺勝利宣言してエンドです。じゃあ今1枚ずつ取って、俺は何もないっす。で、こいつ呪いが入ったから呪いが入ったね、何もないっす、はい、ドロードロー、やべ、そらない、そらない、でもここもリーチだから気をつけないとね、そうか、やばいね、え、これ2枚揃う、あエンド、エンド、まあ動かない方がいいと思うよ、うん、じゃあエンドしたんで俺は手札に加えます。ちょっと頑張って、頑張んない、これ思ってたぞ、はい、交換する相手はもちろん、え、
俺なの？あ、違う、こちら、こちら、こっち、こっち、こっち。あ、バリア、お、強い。じゃあ、バリアを使ったとき、2枚。あ、自分が使ったとき、これ。あ、うん、そうそうそう。やめて、バリア。強い。強かった。バリア強かった。終わり？もしかして、もうない。宝玉3枚捨てるとスティールはできる。終わった。発掘アーム、発掘アーム、手札を捨てて。おお、俺が持ってたやつ。捨て札から回収する。1枚捨てて何回収する？全交換？全交換の裏！まさかの？全交換の裏！強い！終わった。じゃあエンド。エンド、じゃあエンドしたんで手札加えます。で、確認して。確認。うわ！終わってる。つまり、これで勝ちと。よーし。強っ！バリア2枚は強いね。バリア2枚は強かった。マジかよ、シールをしつける方が良かったかも。あ、そっか、呪い。あ、でもどの道にそれもバリアされるから。よーし、まあ、バリア2枚蓄えてたのは強そう。はい、大体分かった。強いよ、バリア2枚強いよ。うん、このエレメントのルールもあったんだけどね、その辺見せらないですね。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。